はいどうも、VIP です。やってきました、VIP です。よろしくお願いします、 VIP です。ということでですね、いい声でしたね今ね。いや今日も気合入ってます。はい、今日はね使ってみた動画、浅村選手ですね。ありがとうございます。めちゃめちゃ使いたかったです、浅村選手ね。もうねちょっと継承とか極み終わってるんすよ。はい、こちらですね、アニバーサリー浅村選手。これねよく見たんですけど、能力バカ強いんですけど、パワー84ですよ。これ下手しい称号でパワーとか上げまくって特殊能力出たらパワー99いくんちゃう。これいかんかな、どうなんやろ。いかんぽいなまあね、もうね早速ね称号チャレンジやっていきます。もう浅村選手のねついてほしい称号はもうとりあえず星4の称号で、もうとりあえずパワーが上がってほしい。怪力無双でもいいですね。うん、なので4枚ぐらいあるんですよ僕。あ、間違えた。うわ、かぶってるやんこの浅村選手。あ、そっか、かぶったんか。まあいいや、とりあえずちょっと行きましょうか。はい、星4の称号ついてくれたらいい。ただ極意書貯めるキャンペーンにも入ってますんで、あまり極意書は使いたくないですね。はい、あー巨手、あいいね。あけどねリーゴーダに入らんなんすよね浅村選手。やっぱ山田選手がね強いんですよ能力的に言ったら。さあお願いします、来い。いやあミージマンか。まあミージマンでもいい。あ、まあミージマンにしとこう、とりあえず。あ、ちょっと待って、やっぱつけるわ。ちょっと2個ぐらいつけちゃおう。出血大サービス行こう。いや3つつけちゃおう。うん、出血大サービス能力上がったし、リアタイ多分ねセカンド浅村選手になると思うんですよ僕。さあ来い。何、怪力無双飛ばしや来ました。飛ばしやいいね。まあいっか、残しとこうかこの浅村選手な。やっぱつけるわ、やっぱつけます。はいやっぱいいよ、別にねあのミキサーできないし、うん、セレクトミキサーできないから、セレクトとかアニバーサリーのミキサーできないし、どうせ。圧倒的なミート力78ぐらいいくんじゃん。あーいや、こっち一回飛ばしちゃう。いや、とりあえず浅村選手は特殊で守備適性はねメインを2上げたいので、ちょっと特殊やっていきます。この特殊がまた B ランク陽さん使うんよな。だからね、A ランク1枚こうパッてやってから B ランクみたいな。ちょっとあんまりね、もう B ランクも枯渇してるんですよね。最近ちょっとガチャめちゃくちゃ引いてないんで、もうほとんどね、特殊で消えたんですよね、B ランクが。さあ、お願いします。メイン適正、メイン適正、メイン適正、メイン適正。なんでやねん。サブはいらん。これ、ほんま無課金の人はね、特殊できないっすよね。無課金に優しくないっすわ、この特殊は、本当に。さあ、行きます、2回目。来い、来い、来い、メイン、メイン、メイン。うわぁ、スローイング。うん、スローイングの数は TH なんで、スな発音ですね。スローイング。いやーもう A ランクもね、なくなってきたな。ちょっと浜口選手、糸原選手ぐらい2枚もったいないけどね。ほんとはもったいないけど。とりあえずもう1上がったらいいわ。うん。メイン適正1個だけ上がったらいいわ、とりあえずは。もう動画早く撮りたいから。浅村選手早く使いたいからね。スローイング。ちょっと待って、B ランク回収してくるわ。さあ、回収してきました。牧原選手入れて、メイン1上がったらいいね。メイン1上がればいい。シャス、うわー、肩力、うん、剣力。でもこれ3510いくぞこれ。はい、いきます。特殊の沼にはまっております。特殊で沼ります。 VIP です。はい、 OK、 OK、 これ70いいね。3500いいね、キリいいね。じゃあ今回もちょっと2番で浅村選手お貸しいただこうかな。うん、やばい、打線えぐいってマジで。これ見てなあ、美しいねんけど。めっちゃ OKOK、 いいね。じゃあ早速ね浅村選手使っていきます。はい、じゃあやっていきます。浅村選手使ってみた。ただいま午前6時ですね、撮影時間。うん、この後ね、ちょっとあの案件の動画の撮影があるんで。はい、いや、こんな早朝からマッチングなかなかしなかったね、やっぱりね。おい、オッケー。さあ、来た浅村選手。いいね。あ、パワー93。広角打法出てないから、広角打法出たら98か。え、ちゃうわ、96か。サープか、広角打法は。いや、なんぼやろ。今日ね、浅村選手マジで打ちやすいんでね。うわー、楽天のユニフォーム、楽天のユニフォームでやりたかったな。なんていうの、あの特殊ユニフォーム。いい、どうどう。うわー、もうだからさ、VIP マジでさ、この何フューチャーした選手で打てへんねんけど。あ、来た、村上選手応援か。ちょっと見逃そう。いいよねマジで応援か。はい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 、いいよ。今もう村上選手の応援歌聞かすタイムやったけど、もう打つタイムに変えるよ。いや、やばい、あ、やば。え、待って、負ける。ちょっとで、 B ランクの松井選手不安やな。いけるかな。うわ、強っ、アニマの丸か。ちょっとカーブから入ろう。いける、取れる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 。よし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 。ツーシームから入るん怖いな。もうちょっとツーシームから入るか。これ打たれた、変える。
はい、ナイスボール。うわマジか、スライダー張ってるかな、スライダー張ってる匂いするよこの人。あやっぱあ危ない、ちょ変えよう。いやまだいいかな、まだいいか、1点取られるまでいっか、うん、多分スライダー張ってますね。うわー変えよう変えよう、ここは安心と信頼のブセに続きます。ナックルカーブから入るか。うん、ただね高速チェンジアップに張られてたら打たれるっていうね。あーオッケーオッケーオッケー、いけそうやん、こういう空振りしてくれる人はいけそう、ブセに続き。よーし、さあちょっと浅村選手まで回します、ガチでやります。はい、表なんで回る可能性あるから。よーしオッケーオッケーオッケー、とりあえずね、とりあえず参ってます。さあブラゼル、さあ2球目は何か、いやー来へんかな、あーキッズマジか、回したい。バレンティンパワー99、ちょっとねこの方ね投げるあの何テンポがね高校野球なんですよね、高校野球ちゃうわ、森福投手なんですよね。うわデラロサ、しかも A ランク超5、ツーシームから来るやろ。まず何を投げてくるか、はいはいはい、さあまあまあ、うわー絞られへんな、ちょっとデラロサ、おいしゃさあ敦也さん変えましょう。さあ横目で黒巻行きます。多分今ツーシーム打たれたからね、初球スライダーから入ってくると思うよな。あそんなことなかった。うわーやばい、あと3人出れるかな、無理かな、無理やったらもうそこ次の試合行きます。うわーただちょっと高校ですね、2試合目ちょっと動画時間長かったら投球カットします、一応喋っときますけどね、うん、どうなってますかね、編集の VIP さん。さあ行きます、相手の方もう参りました言ってたんで参らしたいと思います。はい行きます、ボールストライクかい。さあ浅村選手の企画ですからね。あミスった。はい2-3 3-2あざーす。オッケーオッケー。もう大谷翔平無敵マジで。さあ浅村選手いけるか。ツーシームくれやろ。赤星さん先ほどは。おしおしおし。なぜかというとさっきね一回もツーシーム投げてこなかったんですよ。うわあまあまあまあけど打てた打てたけど打てたよ。うん。さあ村上選手コールド行こうコールド。うわあ特殊能力下げられた。誰？早いね。あ変えない。あいけたな。さあツーツー。バッターのために早めに走る方がいいというのは、ただここは打席にいいバッターが。あざーす。オーケー。やばい、もう打線が強すぎてさ、マジで打率も今もう6割5分ぐらいあるからね。それは言い過ぎた。うん。6割3分6人ぐらい。うわ、この高速シュート攻めいいね。ああ、これ誰の企画やった？浅村選手の企画やね。もう一回回ってくる、これもう一試合、もう一試合パティン投球カットしてるかな。さあ金子選手、この金子選手はまあ打てるか、ブラッツのホームランで終わりか。さあ3球目は何か。いやーボール球、まあ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 、さあ打率10割です今のところ。バレンティン怖いよね、もう向こうからしたらもう恐怖でしかないよこの打線。はいアザス、ああくそ口癖のはいアザスが出た時は確定エースなんですけどね。ああ外回ってほしい、まあまあいけるでしょ、しかも体力ないから、そこを考えていかないといけない。はいはいはい、今の小さい方ね。よしもう体力ない外コバ選手はもう打てるよ。はいよ一応ここは中地に決めてもらいましょう。極みになったよ中島選手ね、うん、皆様のおかげで極みになりました。はい、あ矢崎グローブ黄色、あ特殊能力出んかったな、まあいけるやろ。はいはい、よし、あーマジか。さあ鈴木誠也早くちょっと次の試合行きたい。よいしょー来へんか、あーやっぱあと1点が遠い。よーし OK、2000本安打もう少し。さあ3試合目です、もうこれはね打席だけの完全にお届けとなるようです。はい、1番バッターとセッティングしたんで1番バッターにしましたんで浅村選手ね、なのでもうねそこで落としたいと思います。今日の動画は浅村選手の1番バッターとしての最後の打席で落としたいと思いますんで、はい、じゃあ行きましょう浅村選手どうぞ。さあこの一打にかけます、この一打にかけろ気合で、何だっけ檜山選手の応援か忘れた。
ボール、よーし、いけるよ、いける、ホームランって終わりたい。2球目は何で来るか。ボール、あー、ツーシームやと思った。あぶねー、フォロースルー出たけどね。ボール、あー、広角打法出てたらな、外角も泣かせるんやけどな。ボール、ちょっと待って、フォアボールで終わる落ちだけやめてね、大丈夫よね。よく見極めました。最悪だマジで、ほんまに。ちょっと誰かのホームランで終わりたい動画。ああ、さすが、さすが翔平、ビッグフライ大谷さん。